ついに過去最強のイブール戦 0.000013% を突破し、10年ぶりに家族団らんを楽しんでいます。ちょ、グランドニアの一室にピピンが大量発生してるんすけど、登場人物中はリピンじゃねえか。ピピンを1匹見たら30匹いると思え。久しぶりか。ほら、そこの机の下とかタンスの隙間からピピンがひょっこりこちらを覗いてます。おや、オジロンさんがもう一人のピピンさんを呼んで。オジロンさん、早く白十にピピンほいほよ。HP1 でラスボス最短最速撃破。HP1 ピピン一人で SFC 版ドラクエ5全クリ企画も4勝へ。ついにラスボス、ミルドラー戦。しかしラスボス前に立ちはだかるイベント戦でスライキターン持たず6秒殺負け。そしてミルドラー戦は全てが決まる2ターン目を制さないと、8秒殺負けすらあり得る始末。しかしピピンのある装備の確率を信じ、最後はある作戦で史上最短最速撃破で。0.000000000026% でも不可能な幻の7ターン撃破は理論上可能なのか。今企画我々は、ドラクエ5の名脇役、ピピンさん一人、しかもわずか HP1 のみで、物語をどこまでクリアできるのか大検証。一章では、なんとかレベル50で最初のボス、ゲマ戦にたどり着くも結果は4秒殺負け。最後は突破率 0.000039% をねじ曲げ HP1 で突破。二章では中盤屈指のブ温泉。ドラクエ5のシステム上限界守備力510でも即死。まともにやれば突破率 0.000000000014% を前代未聞の神回避7ターンでブオーン撃破。3章では運要素 0% 全滅確定イブール戦。最小解禁を狙い前人未到の 0.000000013% を発生させ、見事にラスボス戦に到達したのでした。今企画のルールは以上の通り。簡単にご説明すると、ピピン一人で全クリエ。最大 HP は常に高度で1に保ちます。他ステータスは素の状態。道具は一切禁止。バイキルと効果のものも使えません。装備はあり。裏技禁止。種ドーピングも一切禁止。以上のルールで HP1 ピン一人でどこまでクリアできるか大検証。もう本当に無理だと判断したら、一つずつルールを解禁して HP1 での最小解禁全クリを目指します。ちなみに現在の解禁は、天空の盾、妖精の剣、ひとし好み、死者の盾技、復活の玉3個です。この土曜19時のやり込みメイン動画以外にも、水曜19時に不定期で実況の投稿、ショート動画、そしてライブ配信もたまにありますので。チャンネル登録、評価ボタン押してもらえると感激です。それでは4章開幕。一体何が起こるんすか？来週11月17日金曜何かが起こります。お楽しみに。それではオジロンさんが呼んでるので下に降りましょう。お、ピピンさん、お待たせしました。早速下に行きましょうか。霊夢さん、それピピンさんじゃなくてそこら辺の一般兵です。モブすぎて見分けつかねえな。それではルイーダの酒場に引きこもっちゃったピピンさんを連れ出して早速4章を始めましょうか。どのピピンにしようかな。やっぱり1匹見たら30匹いるじゃないですか。これまですでに解禁した道具は妖精の剣と天空の盾、そして復活の玉3個。妖精の剣と天空の盾は常にこれからは持っておくようにします。それでは必要なリング3種も持って、これから海の神殿へ向かいますよ。海の神殿の最深部の扉を開いていくと、これまでに入手した各リングを石像の指にはめていきます。ジョレイムさん、それを親指にはめちゃダメですよ。薬指じゃないとダメなんじゃない？え？はめる指決まってるの？デヨムン、足の薬指にはめてどうすんのよ。ふざけて、あ。足の指でもいけるんですね。発売から31年目にして世紀の大発見でした。出現したゲートをくぐり、ついに最終ステージ、魔界へ潜入。ここでピピンの母、マーサさんから贈り物が。え？ピピンさんのお母さんはグランドニアで今シチュー作ってますよ。ああ、主人公の方のピピンね。アマゾンギフトはいつの間にか魔界への対応を始めたんですね。便利な世の中です。まあ HP1 じゃ役立たないから取りませんが。それではまずはこの魔界の拠点となるジャハンナを目指します。ここ魔界に出てくる敵は最強クラスのものばかりで、HP1 ピピン一人では正直グループで出てこられるとまず全滅します。なのでここは正々堂々全逃げして、てれいむさん、道間違えてますよ。うるさいな。突っ込む暇あったらちゃんとナビしてよね。両ムーンがスマホで攻略サイト確認係なんだから。そして敵から全逃げして魔界を横断し、ついにこの魔界の拠点、ジャハンナに腰を落ち着かせることに。ここでピピンさんの装備を一気に最強にしていきます。ジャハンナの防具屋では鎧としてミラーアーマー、兜はグレートヘルムを購入。特にミラーアーマーの呪文を3分の1で反射する能力は、これから先の戦いで非常に有効となります。これらを全部装備すると、守備力は305までアップ。それじゃあこの時点で最強まで慣れたので、これからついにラストダンジョン、エビルマウンテンへと次。いや、まだです。ほへ。
一応念のため、この魔界でも試しておきたいことが。最初の一章で最強の鎧であるメタルキング鎧を取るために、ボブルの塔でメタルドラゴン狩りしてたじゃん。ああ、そういえばやってたね。でもあの時はメタルドラゴンが強すぎるから、HP1 のピピンさん一人じゃとても倒せなくて諦めたよね。あのボブルの塔ではメタルドラゴンが必ず2匹以上で出てたから倒せなかったけど、この魔界ならどうなのかなって。もしかしたら単体で出てくる可能性もないわけじゃないから、一応試しときたいなって。でもどうやら無理っぽいね。メタルドラゴンはこの魔界だと、そもそも3匹でないと出てこないんじゃないかな？それならもうボブルの塔の2匹の方がまだマシですね。もしメタルキング鎧を取るなら、ボブルの塔の2匹に対してこっちが不意打ち取れて、初回で1匹倒して、2ターン目でもう片方倒してその時に156分の1でドロップさせるか、64分の1で打撃回避するしかないかと。まあでも今持ってるミラーアーマーと守備力は15しか違わないし。そもそもミラーアーマーの呪文反射が、実はこの先超重要なので、今企画ではミラーアーマーが最強だと思います。なのでこのまま行きましょうか。それではこれより最終ダンジョン、エビルマウンテンへ向かいます。当然敵からはもう全逃げで、HP1 を大切に守っていきます。ついにこの時が来たんですね。ええ、我々も感慨深いです。やっとのことで HP1 ピピン一人でラストダンジョン。この HP1 のいいところは、こういうダメージ床でもお構いなしに突っ込んでいけるところ。もう HP1 なので下がりようがないのでここは安心して歩いていけます。ここエビルマウンテンの出現モンスターは、ライオネック、エビルスピリッツ、シプリンガー、キラーマシン、ジェリーマン、グレートドラゴンなどなど、ドラクエ5で出現する雑魚敵の中で最上級クラスのものばかり。なので、ひぃー、不意打ちが来ちゃいました。やばい。気を抜くとこうなります。そしてエビルマウンテンの前半もそろそろ終わりに差し掛かってきたとこ。ダンジョン前半最後はこのイベント戦が待ち構えています。ダークシャーマンのステータスは以上の通り。HP は170。まあただの雑魚敵ですがイベント戦です。ちなみにザキ系2強体制ですが、囚人の盾で一発狙うのはやめておきます。あくまでも対囚人の盾表示するとこ間違ってるでしょ？このイベント戦ではダークシャーマン2体との戦闘です。なのでこれまであったように片方倒してももう片方からの攻撃が怖い。なので作戦としては、一方を会心で倒した後、もう片方からの攻撃を64分の1で回避して、2ターン目で勝利するのがいいかと。それかマホキテが来るのがベストオブベストか。それでは戦闘開始です。もう初っ端から攻撃してまず1匹倒し、その後もう片方の攻撃をなんとかしのがないと。ここが重要、ここで打撃が来て避けてくれないと。やっぱり無理か。これダークシャーマンがマホキテ使ってくれたり、攻撃をピピンさんが64分の1で回避してくれたらなんとかなるんだけど。見事な6秒殺負けでした。なのでなんとかダークシャーマンが緩い攻撃をしてくれることを祈りつつ、1ターンをしのいで2ターン目にとどめを刺したい。やべ、ベギラゴンとかどうしようってこの手があったわ。ここで火を吹いたのはなんと我らがミラーアーマードの。見事にダークシャーマンのベギラゴンを3分の1で反射して、攻撃をしのいでくれました。やっぱりこれだからミラーアーマーが最強なんすよ、この終盤戦では。これスカラとかマホカンタを使うって手もあるけど、1ターン消費するし、使った技と逆の攻撃が来たら、あっさりやられちゃうからどっこいどっこいといった印象。しかし見事 HP1 でイベント戦をクリアです。あれ？ピピンさんに会わせてくださいって。何言ってんすか？これまであなたがいつも話しかけてたピピンさんはこの、マーサさんしかめっ面で睨んでます。どうやらモノホンの母親は騙せない様子。なので潔く戻って、帰ってきました。比較上しょうがないですが二度デマです。しかしミルドラースの力が上回り、パパスさんと共に旅立つのでした。これからいよいよダンジョン後半戦です。ここにはジェリーマンが出てくるので、こいつらを相手にしてサイド一人になるのがおすすめ。他の敵だと呪文なんかが来てなかなか無事に一人にはなれません。ここでついに最強の兜、メタルキングヘルムをゲット。最終的な守備力は330となりました。そしてラスボス前にはもう一人のイベント戦が待ち構えています。ヘルバトラーさんのステータスは以上の通り。ヘルバトラーの HP は450。攻撃が打撃、呪文、ブレスト3種類揃っており、すべてを防ぐのは困難。今回も2体で出てくるため、もう片方からの攻撃をどう防ぐかがポイントか。それではこれよりヘルバトラーさんとの戦闘を。え？でもヘルバトラーさんどこにいんのよ。ここですよ。スタンバってんのかよ。バラエティ番組で噛みつき破って登場とかするでしょ？ああいうお笑い芸人ばりにインパクト残そうと頑張ってくれてんですよ。エヴァちゃん並みじゃねえかよ。この戦闘もダークシャーマン戦と同じように行きましょう。初っ端1ターン目で片方を倒してもう片方が。ダメだ、普通にヘルバトラーさんの攻撃が最強装備でも貫通してますよ。くそ、もう一度チャレンジしますよ。
毎回登場からやってくれるの？当たり前でしょ。お笑いタレントの中には自分の出番なんて数十秒しかないのに朝からスタジオ入りして十何時間待つ人だっているんですよ。これくらいできなくてどうするの？うちのチャンネル厳しすぎるでしょ。またダークシャーマン戦と同じように攻撃してミラーアーマーでイオナズンを弾くのにかける作戦で。クソ、なかなかそううまくはいきませんね。てかお笑い芸人ばりに毎回テンションマックスで扉ぶち破ってきてくれますね。プロの鏡ですよ。もう発売から31年間この扉ぶち破ってきた男ですからね。エガちゃん並みに頑張ってほしいものです。このままイオナズン反射にかけてもいいけど、今回は妖精の剣でのスカラで行ってみます。330も守備一気に上がりましたよ。ここでヘルバトラーの打撃が来てミスしてくれれば。おっしゃー。もうここまで来たら安心ですね。見事に HP1 でこのヘルバトラーのイベント戦もクリアとなります。ついにこれからラスボス、ミルドラース戦です。それではついにラスボスとなるミルドラースとの HP1 での連戦が始まります。ミルドラース第一形態のステータスは以上の通り。ミルドラースの HP は1600。毎ターン自然回復50があるので長期戦は不利に。いや HP1 で長期戦になるわけないでしょう。攻撃は完全ローテーションなので、戦略が全てを左右します。ちなみに復活の弾を3つ解禁はしていますが、まずは一切使わずに行こうかと。作戦としては、ローテーションしょっぱなの輝く息とメラゾーマが最初の鬼門となるので。まずは天空の盾の魔法カンタでメラゾーマを弾く。もちろんメラゾーマでなく輝く息が来たらアウト。その後にターン目でいてつく波動を引かないとダメ。打撃が来たらその時点でジエンド。そして仲間呼びを経て、2サイクル目の4ターン目で仕留められる計算。つまり1ターン目魔法カンタ、その後4ターン目まで会心6回で仕留めます。1ターン目、2ターン目で何を引けるかで全てが決まる。まずは1ターン目でミルドラースがメラゾーマを使ってくることを見越して、確実性のある天空の盾で魔法カンタを張ります。ミラーアーマーの3分の1反射ではなくという意味です。てこごえる吹雪来ちゃってます。あ、そういえばそもそも主人公の勘を削れてきてなかったわ。死者の盾技を使わないと、ミルドラースはおそらくメラゾーマを使ってこないのでそもそも無理だったという。すっかり忘れてました。今回は8秒殺負けという平常運転。今回はちゃんと主人公が入った棺桶を持ってきました。これがないと戦えないからある意味大活躍ですよ。まずは1ターン目。先ほどと同じように天空の盾の魔法カンタを使ってメラゾーマを弾き返さないと負け。ついに1ターン目突破しました。この2ターン目でいてつく波動さえ引いてくれれば。ミルちゃんそりゃないでしょう。だから友達いねえんだよ。1ターン目に輝く息が来たら魔法カンタ意味なく終わっちゃうけど、今は2ターン目の打撃をいかにして引かないかも問題。結構1ターン目はメラゾーマ使ってくれるんすよね。だから問題は2ターン目にいてつく波動を引いてくれるかどうか。どうだ？お前は空気を読むことを覚えろよ。意外と1ターン目はメラゾーマの頻度が高いのに対して、2ターン目は打撃の頻度が多いような。どうせなら魔法カンタを消すためにいてつく波動使ってこいよ。てかミルちゃん腕長くね。いや今心速どうでもいいわ。とにかくこれまで一度も2ターン目を超えれてないので、なんとかいてつく波動を引いてもらいたいところ。2ターン目さえしのげれば、あとは3、4ターンでやられることは絶対にないのでここで全てが決まる。やっといてつく波動使ってきてくれたー。ここまで来れば3ターン目は仲間を呼ぶで攻撃なし、4ターン目はもう先制取るから合計1600ダメージを超えます。ってことはもう勝ったってことなん？その通り。だからこの攻撃でもう。ついに復活の玉なしでミルドラース第一形態討伐に成功したー。ついに復活の玉も使わずに、HP1 でミルドラース第一形態を突破に成功です。玉なしで HP1 で撃破というのはかなり意味がありますよ。それではこれより、ついにミルドラース最終戦第2形態がやってきます。ステータスは以上の通り。ミルドラース第2形態はパターンが3つあり、HP はどれも4500。微妙に各形態で耐性と能力が違いますが、ほとんどは同じ。ただ攻撃力はパターン3が29とダントツで低いですが、これはパターン3だけ痛恨の一撃を使えるためです。なので特別攻撃が弱いわけではありません。そして全員それぞれ完全ローテーション行動で。パターン1、2が1から2回行動。唯一パターン3だけが1回行動。なので頑張ってパターン3を引かないとおそらく瞬殺される。それでは果たして第2形態はどのパターンを取ってくるのか。こちらはもう相手に関係なく攻撃やるのみで行くしかない。まずはスピンさんの会心に連発が炸裂。あ、いきなり瞑想が来たってことはパターン2じゃないですか。くそ、パターン3じゃないのか。これじゃあもう。ウルトラ上手に焼けました。いやいや、ネタに走ってる場合じゃないっすよ。ちなみにもうご説明したように、第2形態の攻撃は完全ローテーション攻撃なので異常のようになっています。この中で灼熱と打撃、痛恨の一撃は絶対に防ぎようがないのでもう復活の玉にかけるしかない。現在までで3勝で復活の玉を3つまで解禁してますが、計算上正直4つは復活の玉いると思う。このパターン3のローテーションを例にとると、
このパターン3ではミルドラースは1回行動。最初の灼熱でまず弾1個消費。会心の一撃一発300ダメージとして、ここでハヤブサで600ダメージ。次の痛恨で弾を2個目消費でダメージ1200。次のメラゾーマで魔法感多発って反射でノーダメージ。次の瞑想では600ダメージ与えても、500回復されるので100ダメージ止まり。という風に計算していくと、HP4500 を削るのに2サイクル目のメラゾーマのターンまでかかります。なので弾は4つ必須。だから先に4つ目まで解禁しておきます。ちなみに今の戦闘ではパターン2でしたが、他のパターンでは打撃か灼熱が一発目に来るので秒殺されてましたね。ある意味運が良かったかも。それではもう2章からずっとお世話になっている天空への塔へ向かいます。ここに出現するスライムベホマズンが128分の1で復活の弾をドロップするので、これを集めていきましょう。あれ？前に魔界に出るグレートドラゴンの方が出現率が高いからそっちの方が集めやすいって言ってなかった？確かにそうよ。でもこと HP1 においてはとてもグレートドラゴンを倒せないのよ。スライムベホマズンは2匹で出現しますが、攻撃力的にミスしやすくしかも様子を見るなど、無駄行動が多いため、HP1 でもギリギリ倒せるのがスライムベホマズンなんですよ。逆にグレートドラゴンさんはブレス系の攻撃などもあるため即死当たり前。だからもう今回もずっとスライムベホマズンさんにお世話になろうかと。いやスライムベホマズンゴミを見るような目で我々のこと見てますよ。ここでやっと復活の玉4つを集めることに成功。それではこれより復活の玉4つの解禁状況で第2形態に挑んでみます。それでは再度魔界へと向かいましょう。ルーラが使えたら便利なんですけどね。あそこになんか落ちてますよ。あれは、ただの石ころじゃないですか。ゴミですよゴミ。なんだゴミか。じゃあさっさと戻りましょう。今回の道具欄は以上の通り、もともと3章で解禁した復活の玉3つに加えて、HP4500 と攻撃パターンから計算して4つ目を持ってきました。そして装備などは変わらずといった状況。ちなみにもちろんですが道具禁止なので、バイキルト効果のあるものは使えません。果たしてこの解禁で第2形態まで突破は成し得るのか。今回はちょっと違う方法で倒していきましょう。え？どうすんのよ。今までは1ターン目に天空の盾で魔法カンタを張ってたじゃん。今回はもうミラーアーマーの反射3分の1を信じてそのまま攻撃オンリーでいこうかと。もうそっから賭けに出るんすか。最短撃破に成功したこれが HP1 のキピンさん一人史上最短撃破になるでしょうね。まさかキピンさんが HP1 で3ターンでミルドラースを撃破する猛者になるとは思ってもみませんでした。今回新記録で3ターン18秒殺。こんな明らかにモブキャラみたいなやつがやるとは。それでは運命のミルドラース第2形態戦へ。これどのパターンが第2形態できてるかが一番重要。まずは会心に連発を叩き込み、ここからがまず第一関門。あ、やべ、今回もまたパターンにできてます。まったく第2形態さんは空気読めないんだから。キピンさんもまた通って顔して睨みつけてます。まず2回行動を取ってきて灼熱が被弾。すでに復活の玉2個目を消費してます。あとこれコンビネーション的に褒めるべきなのか。パターン2って凍てつく波動の後にメラゾーマ連続できたりするんですよ。だから天空の盾を使う暇がない時もたた。もうどうしたものか。すでに弾も3個目を消費してしまったところ。そもそもパターン2って1から2回行動だから、ローテーション行動だけれども次の攻撃が読めないのよね。だから対策を立てにくいという。あと2回行動が多いと瞑想500回復のサイクルが早くなるので、その分倒せなくなってくるという。で、今凍てつく波動でターンが終わったので、次は必ずメラゾーマが来ます。だからここでやっと魔法カンタで弾けるという。でももう復活の弾も使い切っているので絶望しかない。てかローテーション行動的に次は打撃だからもうこのターンで倒せないと負け確定じゃないの？死んでしまいましたね。ミルちゃんピピンさんの頭からかぶりついて美味しいって。こうの、お茶目なミルちゃんね。やはりパターン2だと2回行動が来るからとても勝てませんね。もう1回行動のパターン3をなんとか引き当てるまで粘りますよ。第1形態戦では安全を考慮して、天空の盾の魔法カンタをちゃんと使っておきます。まあそっちの方が確実性があるからね。わざわざ最短最速撃破なんて狙わんでも。それでは第2形態戦の開始。もうここでパターン3を引けないとなかなか勝つのが難しい。頼む、ミルちゃん、パターン3で来てくれ。この後の初手で全てがわかる。灼熱ってことはパターン3じゃねえかよ。ついに念願のパターン3を引き当てました。このパターンは1回行動で呪文もイオナズン、メラゾーマと2回来る。だからもう勝つとしたらこれが絶好のチャンス。復活の玉4個の計算もこのパターン3で計算してるのでいけるはずです。痛恨の次はメラゾーマなのでここは確実に魔法カンタ。パターン3のローテーション内の痛恨の一撃と灼熱は絶対に死ぬので、そこでは確実に復活の玉が必要。なので初めの計算である程度もう戦略を全部立てられる。つまりイグール戦とかなり近い感じになるかと。
先ほどの計算ですでに復活の玉4つあれば勝てると出たので。そして今1サイクル目が終わったところ。ここから2サイクル目が開始となり、おそらくは3ターン目で。ここで第2形態の最後の攻撃。玉もついに4個目を使い切り、あとは次のターンに全てをかける。あれ？てかなんで天空の盾？普通に会心2連発600ダメージで計算上はちょうど4500のはずでしょ？最後はちょうど4500だと乱数で届かない可能性があるから、念には念を入れてメラゾーマを弾いて次のターンで仕留めました。そしてついに復活の玉4個という解禁で、ミルドラース第2形態を倒しついに全クリだー。ついに HP1 ピピンさん一人で、ラスボス、ミルドラースを撃破に成功。ついに HP1 ピピンさんが世界を救ってくれました。これは感動ものですね。ピピンさん地味でもブキャラだから、HP1 くらいじゃないとインパクト残せないって。そう言って頑張ってピピンさんのお母さん説得するところからこの企画始まったからね。お母さんそこまで息子ボロクソに言われてどんな気持ちで聞いてたんだよ。てかオンラインで済ますなよ。手抜きか。でもお母さんもこれで喜ぶでしょうね。それじゃあ早速この感動をピピンさんの母上にも電話で。いや、まだです。お母さんの心臓に悪いでしょうだ。本当にパターンさんでないと倒せないの？どうせならもっと粘って他のパターンでも倒せないか検証してみましょう。ピピンさん泡吹いてますよ。もう第一形態はすっ飛ばしますね。第一形態はもう初登場時は強キャラだったけど、主人公が強くなるにつれてどんどん影が薄くなって雑魚化した敵キャラ状態。今回はパターン2で検証してみましょう。ちなみにパターン2のステータスは以上の通り。このパターン2が第2形態で一番強いんじゃないかなと。1とほぼ変わんないですが。今回は作戦を大胆に変更。なんと第1形態戦と同じく、天空の盾の魔法カンタを使わずにミラーアーマーの3分の1反射にかけます。そしてできる限り第2形態の攻撃で、1回行動を引きまくればワンチャン勝てる可能性もあるんじゃないかって。って言いながら今メラゾーマ弾き損ねてお亡くなりになってますよ。とにかく作戦としては、もう魔法カンタに時間なんて割かずに、ミラーアーマーを信じて猛攻を仕掛ける。そして1回行動を引くことを祈るのみ。2回行動されるともちろん復活の玉消費が早まるだけでなく、瞑想が早くやってくるので、倒すまでにターン数がかかる。やべ、もう復活の玉使い切りました。一気に残りの HP を玉0個で削り切れるかどうか。よし、メラゾーマ弾いてくれました。もう玉4つとも使い切ってるからこれ食らってたら死んでた。パターンにはルカナンが来るから、なんとか1回行動を引いてギリギリ生き残ってる状況。ただただ猛攻オンリーの脳筋作戦で、最強のパターンにも討伐に成功したー。どうやら魔法カンタを使わずに、もうすべてを犠牲にして攻撃しまくれば、相手の行動回数1回を引ければ勝てるみたいです。まあちなみにパターン2が最強と言いましたが、実際はこちらのパーティア作戦によってパターン1とどっこいどっこいです。これでもう堂々と胸を張って全クリしたと言えますよ。それじゃあ早速ピピンさんのおじいちゃんにこの喜びを。いや、まだです。おじいちゃんびっくりして救急車で運ばれちゃったでしょうが。これ今パターン2を倒したミラーアーマー3分の1にかけて、魔法カンタに頼らずに猛攻作戦使えば、ワンチャンパターン3なら復活の玉3つでもクリアできるんじゃね説が出てきました。今回も先ほどパターン2を倒した作戦で、天空の盾の魔法カンタを使わずにミラーアーマーの3分の1にかける方法。今600ダメージを与えて灼熱でこんがり、ここで玉を1つ目消費となります。そして痛恨ターンで玉2個目を消費。ここでダメージは1200くらいになっています。そしてこのメラゾーマのターンでミラーアーマーにかけてピピンさんは1900のダメージを与えているところ。見事に反射してこのターンで瞑想で500回復。なので現在2000のダメージとなっています。このターンのヨナズンも反射できれば一気に勝利に近づく。ここで反射合わせて約2700のダメージへ。現在3300ダメージ。ここまでくればもうあと一押し。ここで玉3つ目を消費して3900。ここが最後で4500ちょうど。あとは全体的に高乱数なら倒せるはずです。なんと復活の玉3つで8ターン撃破が最短という結果に。今8ターン目で撃破する前のダメージが3965。なので残り HP535 でした。8ターン目が327、296ダメージだったので。あと1ターン縮めて玉2個で倒すのは不可能かと。全体的な乱数も、7ターン目までで14発中300超えなかったのは6発のみ。神がかった高乱数を引いても、残り HP535 は削れないかと。そもそもイブール戦では3つは必須だったので、現時点で玉3つが最小解禁です。ちなみにピピンさんの会心の最大乱数は327。第2形態は4ターン目に瞑想で500回復するので、実質 HP5000 削らないとダメな計算に、5000を玉2つで生存できる7ターンに加えて、間のイオナズン、メラゾーマの反射のダメージを引いて14で割ると、1ターンで必須ダメージは1回分で約344。最大乱数327を大幅に超えてしまうので、確実に復活の玉2個では討伐できません。もうさすがにこれ以上は削れないでしょう。これが HP1 のピピン一人での最小解禁、最短撃破となります。HP1 のピピンさん一人で見事にミルドラースを倒し世界を救うも、
エンディングではすでにピピンさんの姿はなく、あれ？これってドラクエ3でゾウマ倒した後の勇者と一緒じゃね？ミルドラースを倒した時に使っていた英雄ピピンのパンツは、後に勝負下着として語り継がれていくことに。それ一番使い回せるわけねえだろ。ミルドラース戦でおもらししないように全力尽くしたの？ここからピピンクエストの伝説が始まったのです。そして物語は最終局面へと向かうのでした。え？今完結したでしょ？この動画面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、評価ボタンを押していただけると、我々もモチベーション上がって頑張れます。いつも皆さんありがとうございます。次回ついに最終章突入です。最後までご視聴ありがとうございます。次回は、ついに色々なことが起こります。なんだ